来たいやー腹減ったなー、ラーメンでも食いてえなー、カップ麺買いに行くか。ちょ見て、うわなんだこれ、おもちゃゲットしちゃった。うわなにこれ、どうも研究所あっちそっちあっちです。こんにちは、えっちゃんです。これ何、おもちゃなの？そう、おもちゃに見えないよね。なんと極麺作りっていうおもちゃは本当にね、自分で麺の素生地を作って、この機械にこう回すと太麺や細麺、平打ち麺、縮れ麺などいろんなね、麺が作れちゃうっていうね。あ、やってきた、めっちゃ作りたい、早く。やろうやろう、うん、じゃあ早速作っていきましょう。まずは麺の材料はこちら、強力粉、薄力粉、卵、塩、水、以上です。はい、じゃあまずは卵を2つ割り入れます。続いて塩 8g 入れます。ここに卵と水が合わせて 190g になるようにします。今回使う卵は2つで 130g だったので 60g ぐらい水を入れます。続いて強力粉 300g、 薄力粉 100g を量ります。はい、そうしたら混ぜます。水っぽくなってきたね。なってきたね。はい、こんな感じのボソボソになったら袋の中にこれを入れて20分寝かせます。カセットコンロだぞと。はい、じゃあ20分待ってる間にスープを作っていきたいと思います。溶いてる間におもちゃできたよ。いや、ちょっと待って、俺さ、ちょっとさ、自分行ってくるわ。え、ごめん、ほんまごめん、行っちゃった。はい、まあちょっとヨッチが修行に行くとか言っていなくなっちゃったんですけど、今回スープはオリジナルのスープにしたいんですけど、この醤油ラーメンスープをベースにニンニクとかめんつゆとか、まあ、こういうね、だし系なんかも入れてオリジナルのスープを作っていきたいと思います。まずはお水を今回は 300ml 入れました。この中にこちらのスープを入れます。この本だし、鶏だし、そしてとりあえず入れときゃうまい焼肉のタレ、そしてめんつゆも入れます。多分ね、美味しいと思う。この中にニンニクです。えい、うわぁ、味見してみましょう。うまい、めっちゃ美味しかったんでこれでいいことにします。ほほほほ。はい、20分寝かしたのでこれをね、折りたたむように揉んで出します。ただいま、今戻ったぜ。厳しい修行の末、俺はラーメン男になった。そう、いわゆるアウトーこれ伸ばして8等分にするんだけど。8等分結構硬いけど。はい、半分よーし、パンみたいだし巻き卵。うん、だし巻き卵みたいだね、本当に。ね、ちょっとね、この機械に入るようにします。まずは家系ラーメンがね、好きなの？好き。家系じゃなくてもなんか魚介系だったら好き。ああ、いいね。魚介っていう言葉いいよね。魚介っていいよね。いい。はい、じゃあ早速入れていきましょう。きた、うおー、来たよ。あ、硬い。ゴー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 。おー、めっちゃ広げたい。はい、で、全部麺を伸ばし終わったんで、次は太麺か細麺の刃を入れます。じゃあ太麺にしよう。はい、あ、来たえ、ガチで太麺のさ、すごい麺ができてる。やったー、あー楽しい、あー楽しい。はい、そして沸騰したお湯に先ほど作った麺をだいたい 1.5 人前入れます。ほぐしながら茹でないとくっついちゃうんで気をつけてください。なんかうどんのような太麺になったよ。うわ、やばいそれ。うわー、つけ麺みたい。期待できるラーメンの麺ができたんで、先ほど作ったスープを入れてきます。うわー、まそう。味玉も乗せちゃって、チャーシュー、海苔も入れます。本格的ラーメンの匂い。じゃあ早速いただきます。いただきます。うん、うん、あ、うん、腰がすごい。俺の好きな硬さだわこれ。うん、うん、うん、この上ない幸せだ。このラーメンに値段つけるならいくら？私、1150円取れる。え、そんないく？そんないく？650円。あげるなー。でもなんかすごい満足。いや、六本木にあったら1150円だと思う。なー、美味しかったー。ごちそうさまでしたー。
いや、ぶっちゃけうますぎてびっくりした。大満足ですね、これは。私ね、今までボンボン TV で作った食べ物系企画の中で、うん、一番美味しかった。一番美味しかった。確かにもうおもちゃのレベルとは思えないぐらいの味が出てた。うん、うん、はい、ということで皆さん、この動画が面白かったら、食べてみたいと思ったら高評価、コメントよろしくお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。またねー。